皆さん、先日私が、同時通訳を行うサイトをご紹介してですね、アップルが公式でストリーミングをしないときはこんなこんなとかいろいろ話してましたが、なんとアップルが公式にストリーミング放送、9月9日のスペシャルイベントのストリーミング放送することを発表いたしました。よし、まぐそく、早速参りましょう。はい、こちらご覧くださいね。カウントダウンをしてくれてます。これアップル公式のサイトですね。上のね、ドメインを見ていただくとわかりますけれども、こちらのページのリンクを下に貼っておりますので、そちらにね、 iPhone からでもいいですし、PC からでもいいですし、アクセスしていただきまして、そこのページをね、ブックマークなり、僕の場合はですね、このご覧ください。もうホーム画面にね、置いちゃってます。2列目の一番左のやつがね、をタップすると、はい、このページに来ますね。ちなみにですね、こちらのページの下の方にリンクがあります。はい、これをタップするとですね、カレンダーに予定を追加することが可能でございます。そちらもね、皆さん合わせてやっておきましょう。私はもうすでに登録いたしました。というわけで、アップルが公式にストリーミング放送するということを発表したという動画でございました。先日お送りしました同時通訳のサイトの、アドレスと、同時通訳について喋、った動画のリンク下に貼ってますので、そちらも合わせてご覧いただくとですね、このアップルが公式のストリーミングと、それを見ながら同時通訳してくれる、サービスがありますので、両方を同時で再生すると、日本語でリアルタイムで聞けることができる、つまり同時通訳でございます。そういうことが可能でございますので、その動画も合わせてご覧ください。というわけで、マグソウでございました。ドーンで登録しようね。チャンネル登録もして。はい、30秒の告知なんですが、10月の12日と13日の2日間にわたって、私マグニーが、動画編集のワークショップを開催することとなりました。又吉レイさんというですね、ラストデイというブログを主催されている方と、2人でですね、今回、開催することになっておりますので、詳しくは下のリンクからご覧いただけると嬉しいです。まあそんな感じで、今回はこのような、あっさりとした動画になりましたけれども、また今後、ちゃんとした30秒動画作れると思います。それではぜひ下のリンクをご覧ください。じゃあねー。